適法な範囲内において現在許されております政策活動費を使うということは可能性としては否定はいたしません。何に使ったか分かりに、誰に渡したか分からないお金を使って選挙をやったら選挙自体が歪むじゃないですか。それは国民の理解を得ることは私はできないというふうに思います。透明性はもちろん、もう一回ですね、政治改革の原点に立って政治資金規正法の見直しを行うときには、この企業団体の献金の禁止からスタートするのが私は大事だと思います。総理のご見解をお伺いをしたいと思います。大事なことは、誰からいくらもらったのか、どの企業からいくらいただいたのか、そしてそれによって政治が政策が左右されないかどうか、そのことをきちんと有権者の方々にお見せするということが必要だと思ってまいりました。政治資金規正法の趣旨はそういうことであったと思っております。きちんと示して、お金に左右されない政治ということで、企業団体献金というものはこれから先も認められるべきものだと思っております。大半が公認じゃないんですか。公認するわけですよね。お墨付きを与えるわけですよね。公認料を払うわけですよね。脱税まがいのことをやった人たちに血税が支払えるかもしれない。私は国民感情から到底理解することはできないと思います。公認しないという方を出しました。それが少ないとおっしゃいますけれども、それがどれほど厳しいものであるか、それぞれの人にとってどれほどつらいものであるかということはよくよく判断をした上のことでございます。最終的な判断は主権者たる国民の皆様方にお任せをいたします。しかし私はこれが甘いとかいい加減だと、そのようなこと一切考えておりません。非公認で立候補された場合、当選しますよね。追加公認されるんですか。憲法によって全ての国民の代表者としてふさわしいというふうに主権者たる国民の皆様方がご判断をされた場合には、それは公認するということはございます。裏金問題で、裏金問題を新しい事実が出てこない限りは再調査しないと10月1日にも言ってるんです。ずっと言い続けてますよね。でも新しい事実は次々出てきてるんです。今まで最大限の努力をして調査をいたしてまいりました。今後ともそういう必要があれば、そういうことは否定はいたしません。これは再調査もしないでうやむやにして早く解散をすると、これね、裏金隠し解散じゃありませんか。この選挙に関して1円も政策活動費は使わないということをここで明言してください。これから先、選挙を行うにあたりまして、現在認められております政策活動費ということを使うことはございます。それはいろいろな選挙区におきまして、いろんな事情もございます。そして我が党の中で、御党をはじめ、いろんな党と厳しい戦いをしておる、そういう地域もございます。そこにおいて、適法な範囲内において、現在許されております政策活動費を使う。いうことは可能性としては否定はいたしません。玉木雄一郎君、これね、結構問題発言ですよ。そんな何に使ったか分かりに、誰に渡したか分からないお金を使って選挙をやったら選挙自体が歪むじゃないですか。それはこれだけのことを自民党は起こしておいて、政治の透明性や資金の透明性や政治の公平性ということが問われる中で、自民党は公開義務のかかってない何十億と言われるお金を使って、間もなく始まる選挙を戦うんですか。